我々ちょっと子供たちと違ってこう大人な雰囲気でこうスッとこう過ごして入ってきていただきましたが、そうですね、やっぱりもう長年の経験ですかね、貫禄もあるかと思いますね。さあ今日のよさこいなんですが、こちらのチームよさこいソーランということで掛け合わせたチームになっているんですよね。このよさこいだけのチームがあるのと、このよさこいソーランと掛け合わせたチームがあるのと、どういったポイントがあるのか少し教えていただいてもよろしいですか。そうですね、高知のよさこい、北のよさこいソーラン、やっぱこちらも素敵なものがございまして、こちらがだけを大事という国を選びきれそうなんですね、はい、素晴らしいところを展示していただきたいというところで、はい、そういうこちらも出てもらえたら、はい、元気になっております。これがこのよさこいとよさこいソーラン掛け合わせようと思ったのに、この中では誰なんですか。この代表、しかも両方ともいいかなっていう感じで、ありがとうございます。ではその高知のよさこい、そして北海道のソーランと掛け合わせた M を、今回のチーム、こちらのチームだけですよね、掛け合わせがということで、皆さんにそこにも注目していただきながらお楽しみいただければと思います。さあそれではお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。喫水五色大路町、
最高でしたね。すごい柔軟性がありますよね。いや本当にそうです。柔軟体操とかされてますお兄さん。僕みたいな顔されますけど柔軟体操はみんなめちゃめちゃやってまして練習の前とかは少しだけそれぞれの体を押したりして分かってるんですけど、腰のせいか少し硬くなってきたかなっていうのが最近の悩み。年には叶えませんからね。まあそこはちょっとこういかに年ながらも、まあでも皆さんこう踊り子である以上こう一般のここ今いいね踊りたいねこう見てる方よりかは動いたり柔軟性はあるのかなと思いますが、いや本当に素敵な踊りでした。ありがとうございました。はい、それでは皆様拍手で。